最強の戦国大名は誰だった？戦国大名勝率ランキングベスト5。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は戦国大名勝率ランキングベスト5について紹介していこうと思います。およそ100年も続いたという日本の戦国時代ですが、乱世の中で数多の名将たちが誕生しました。最強の戦国大名は誰だったのか、皆さんも気になるところだと思います。そこで今回は戦国大名勝率ランキングと題し、合戦の勝率のみでランキングを発表していきましょう。あくまで勝利数でカウントしますし、合戦数も諸説あるため、ひょっとして皆さんの想像とは異なるかもしれませんが、その辺はご了承ください。また戦国大名にスポットを当てたため、一般の武将クラスは含まないといたします。それではどうぞお楽しみください。第